プーチン大統領とはですね、昨年12月の長門会談の成果の上に平和条約交渉着実に前進させていきたいと思います。そのために4党での共同経済活動、そして元島民の皆さんの自由な墓参の実現について大きな一歩を記したいと考えています。またさらには、喫緊の課題である緊迫する北朝鮮情勢について、またシリア情勢について、さまざまな世界の課題について率直に意見交換を行い、共に連携して取り組んでいくこととしたいと考えています。ありがとうございました。